はい、ではこれから手元アップで、花束を作っていきたいと思います。まずはね、このガーベラを入れていきます。ガーベラである程度こう中心部分のね、あの、なんでしょうね、中心部分を作っていきます。まあ、あとこう飛ばすね、外側に飛ばすガーベラなんかも入れていきますね。はい、次にこの赤バラを入れていきます。はい、こちら赤バラが入りました。花束すべてスパイラルで作っています。このようにスパイラルで作っていますね。はい、次にこちらのこのオレガノをね、入れていきます。ちょっとこう毛が生えた可愛い葉っぱです。これが入るとなんかモコモコしてすごい可愛い花束になります。割とこれ、このオレガノだけ見てるとそんな主役っぽくは見えないんですけど、あのこの植物を入れるとすごくこう、なんでしょうね、作品が可愛くなるんで僕は好きですね。はい、こちらこのようにこの周りにオレガノが入りました。後ろから見るとこんな感じですね。はい、では次にこのね、ドラセナ、ドラセナを入れていきます。ドラセナはこのように、ホチキスで丸めて、ホチキスで留めたもの、それからこのまま伸ばしたとか、そのままね、のものパーツのものを使っていきます。こちら赤ドラセナが入りました。これは丸めた赤いドラセナとこう伸ばした赤いドラセナとかをこう併用して使っていきます。はい、ではこれから、こちらバック処理のためのこのレモンリーフ、それから少しねここに赤いレッドウィローを足していきたいと思います。バック処理ですね。まあ、レモンリーフを最初の段階で、このように下の葉っぱを取って葉っぱを 真正面に向けるように矯正をしておくとすごく使いやすいです。こういうような感じで入れていきます。これ全体に入れていきます。はい、こちらレッドウィローのね、ここの部分とこのレモンリーフですね、このレモンリーフを足してみました。こうすることによってこのね、バック処理がね、こういう風にできていきます。はい、ではここでこのアルプス乙女を花束に入れていきます。アルプス乙女が入りました。これを入れることによってこうグッとね、可愛さが引き立ちますよね。どうですか。はい、ではこちらに今度はね、このチョコレートコスモスを入れていきます。はい、こちらチョコレートコスモスが入りました。意外とこう小さいお花なんですけれども結構ねこう効くんですよ。なので、まあ、これはねちょっとこの赤いバラとかこの
アルプス乙女とかね、このガーベラとか、このあたりとちょっと若干違う赤なんですけれども、このチョコレートコスモスを入れることによって、この他の赤が引き立ちます。なので差し色として入れるとすごく可愛い、素敵な花束になってきますので、ぜひ入れてみてくださいね。はい、ではですね、これから先ほど残しておいた、こういつも言ってますよね、こうドラセナの長いタイプ、そしてこのね、ここの今花が入ってるこの上にこうレッド色の細いこういうラインをもう少し足したいと思います。こうレッド色の細いラインを足して、もうちょっと足しますけどね。そしてこのドラセナのこの長くしたものですね、これをこのようにね入れていきます。はい、このね長いドラセナとこの追加したねレッド色が入れ終わりました。こちらで花束は完成となります。ではですね、こちら器に入れて酔って見てみましょう。どうぞ。はい、今回のこちらの花束はいかがだったでしょうか。このハート型のフレームをレッドビローで作ってそこにこう花を入れ込む、結構ねこれアレンジだとできない作品なんですね。これはね花束ならではの作品なんです。なのでこうアレンジだけじゃなくて花束も習得しておくとこう作品の視野がすごく広がるのでいいと思います。だから花束苦手としている方も結構いらっしゃるみたいなんですが、ぜひその辺は練習して花束も習得できるように、花束を習得してみてください。では今月はこちらで終了したいと思います。また、まあ、次回も来月のハートルームも楽しみにしていてください。またお会いしましょう。 See you next time。 はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日はクリスマスです。皆様に素敵なクリスマスが訪れますことを心からお祈りしております。またフラワー TV をいつもご覧いただきありがとうございます。またね来年も頑張っていきますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。逃げ恥恋ダンス、すげえ難しかったぜ。じゃあな。